あ、待って、斧が壊れた。すげえ素手で向かっていってる私。この絵シリーズ、あ、いいよってやつやね。ハイラル城の。この近くになんかどこかしらさ、塔が見えとったような気がするんやけど、ちょっと高いところに登ってみようか。近くではないんかな。近くではないんかな。まあでも走っていきよったら着くだろう。あれとかは、あ、あれは普通にもうクリアしとるやつやね。いつもあれ気になるんやけど、あの風車は一体何なんやろうな。鳥、あれは、あの方向になんか、あ、そっか、私が立てとるマップピンが、一応ああやってアップにしたりとかしたら見えるんやね。この普通の状況では見えんけど、この辺もなんか周りなぎ払ったら何かしら出てきそうな気がするけど、何これ、岩か。持ち上げたら、うお、びっくりした、壊れたし。壊れたし、トゲボコ、うい、なになに、こいつもしかしてやっつけれんやつやっけ。なんかそんな感じやった、違うかな。いや、ちょっと待って、追いかけないで私のこと。ちょ、とりあえず逃げよ。チューチュー、こいつだけやっつけとくわ。こっちの方向やったよね。ん、びっくりした。今一瞬なんかさ、キースみたいな声が聞こえた気がしたんやけど。くそ、キツネ逃げられたか。どの辺？あれか。え、あれクリアしとるやん。え、あれクリアしとるやん。ちょっと待って。違う、こっちか。クリアしとるやつはさ、ちょっと。あ、これか。クリアしとるやつはちょっとピン削除しとこう。じゃないと紛らわしいけんね。この辺のは多分クリアしてないやつかな。どの辺だ？何あれ、なんか空中に浮いてない？なんかめっちゃ飛び降るよね。あれ、山を越えた先になるんか。ということは、ん？あの塔はクリアしてないけど、遠いかな。あ、っていうか、ワープでさ、とりあえず、どこだ？え、さっきのどこだ？これか。魔王ヌの祠、始まりの塔。私が今向いとるこっちの方向。この辺に飛ぼうか、じゃあ。魔王ヌの祠。一旦飛んで、あの近くにクリアしてない塔があるってことかな。ほい、来た、魔王女の祠。あ、そっか、ここってあれか。あ、ここってあれか、あれの、あっちに移る前のとこか。ちょ、待って、私はクリアしていないというその塔は一体どこにあるの？とりあえずまたこっから私降りていかんといかんのかな。あ、あの塔か。あっこにまだなんか、未知の塔が。お、なんかここの上にも風車あるよ。あの風車に意味は何かあるのだろうか。気になるよね。びっくりしたー。何？え、何？ん？特に何もないの？あれをなんか、これ多分あれじゃない？違う違う。何かしらさ、弓が壊れた。
弓が壊れた。ちょっと待って、あの、多分コログやろ、これ。風車のところはコログってことか？旅人の弓。違う違う。そして、じゃあ、あの、早いっす。もうあと5本しかないんだから、早く。えい。で？あ、あと3本しかない。早いって。ちょ、あと1本しかないよ。えい。で？何も起きないですけど。え？もう一個。その辺にさ、ちょっと、矢落ちてない？私が撃ったやつ。とりあえずあれか。ちょっと武器でも投げるか。投げれてね。あ、くそ、タラタンに投げただけ。ちょっと待って。ん？びっくりした、びっくりした、めっちゃびっくりした。あ、あ、ここなんか宝箱あるよ。ちょっと待ってね。ん？宝箱じゃないんか。足場？いや、宝箱だよね、これ。ハイラルガスもちょっと取ってみた。ちょっと待ってね。ちなみに私がさっきな、雨降ってきたし、私がさっき投げ捨てたトゲボココンボ、これなんか爆弾でやればいいって言ったっけ。爆弾で吹っ飛ばしたらこっちまで来てくれるんかな。リモコン爆弾は、てや、おお、ほんとや、すげえ、ありがとう。そしてなんかプカーって魚がオパール。え、なんか敵いる？もしや、なんか近く、ああ、チュチュー。お前か。んで、なんか向こうの方にあるって言ったよね。ん？雨上がるの早かったね。雨上がるの非常に早かったね。この辺ってことはさ、またあの、ボコブリンたちがいっぱい出てくるってことかな。この辺の敵は多分ボコブリンでしょう。あれ？どこ？塔は。見えなくなったんだけど、塔。え？上に上がった方がいいかな。雨も上がったことだし。よいしょ。そう、あと君だけなんだけどね、ちょっと。やっぱり投げ捨てただけになった。あれ？塔ない？あ、あれか。あ、こっちか。この近くにあったんか。ってことは、こっからまっすぐあっちに行けばいいわけね。はいはい。オッケーオッケー。さあ、向かいますか。ここからまっすぐ。こんな近くに行ってない塔あったんやね。別の方向から行ったってことかな、私。あ、でもこんな近くって言ってもハイラル城に近いんか。ってことは、まあ、危険やけん近づかんかったってことかな。お、馬の群れが。近づいてて大丈夫かな。なんか危険じゃない？大丈夫？いや、でもハイラル城。まあ大丈夫か。できっと。ここまっすぐやったよね。ん？あれは？集落じゃないの？集落。この辺来たことあるとこかな？ないかな？お、あったあった。
この辺なんかボコブリンとかいっぱい出てきそうな予感がするけど大丈夫か。ん、あれは敵じゃない？お、なんかほこら？交易所跡、宝箱が。こういうとこには武器があるんじゃないの？ほら、兵士の両手剣。ただ私両手剣とか苦手なんよね。苦手なんよね。なんか動く、ん？敵がいらっしゃる？違うんか。自分か。どこから祠の音が聞こえてるんだ？あ、あれか。あそこに祠ある。じゃあちょっと祠の方先に行こうかな。あれはね、降りてきて結構すぐのところに。あれは人が襲われてるんじゃないのか？だよね、多分人襲われてるよね。ちょっと助けに行きますか。かかってきたな、かかってこい。お、あ、なになに、旅人？すげえ、なんか戦ってんじゃん。あ、すげえすげえ、かっこいい。私も応戦する。トゲボココンボで。ちょい待って。ちょい待って。武器武器、キコリの斧。へい。すげえ、ちゃんとなんか戦いよる人もおるんやね。初めて見た。ちょ、なんか私に集中攻撃になってないか。待ってって、君ら戦ってます？はっ、てや。やっぱ木こりの斧弱いな。もうすげえめった打ちだけど。はっ、ちょっと投げないで。武器は取らせないよ。はっ、木こりの斧弱どんだけやねん。早くやっつけろよ。え、何の素材も落とさないこいつ。どういうことやねん。くそ。てか君ら何、戦いやめたの？はっ。君ら戦いやめたでしょ。はっ。逃げないでね、後から話しに行くから私。はっ。斧もやっぱりあれだな。これさっきのやつのか。くそ、取れねえ。武器を取る前にやっつける。ん、なんかさっきの人たちいなくなっとったことない？気のせいかな。ね、すげえいなくなってた気がしたんだけど。ほら、斧でこんだけやられてやっつけれないってどんだけだ。あれ、やっぱり何にも落とさんね。どういうことや。無事？はあ、兄ちゃんが来てくれなかったらどうなってたか。これはほんの気持ちっすよ。お、ゴーゴー薬ありがとう。はあ、いやーほんと、こんなところうろうろするもんじゃないっす。何やってたの君ら。何走っていってんの。はあ、なんとか助かったが、ここらが潮時か。女の子？まあ、とりあえずよかったね。あ、どこやったっけ。あれ、祠は何やってんの。この辺りのお宝は俺たちのもの。勝手に物色するのはダメっすよ。本当ならこんなところ、普通の人間がうろうろしたら危ないけど、姉子の命令で仕方なくお宝探し。ほんと勘弁してほしいっすよ。おい、うだうだおしゃべりしないで、早くお宝を見つけな。へい、すいやせん。こんなとこからなんか出てくるん。なんもないよ。なんもないよ。なんかあるんならね、全然私かっさらっていくんやけどさ。てか、あの、祠どこ行った？こっち？あ、あったあった。よし。
さあ、ほこら。ヤカーマタのほこら。さあ、チャレンジしていくか。最初の方にあるってことは多分簡単なんじゃないかなっていう勝手な予想。あ、じゃあこの辺のマップも全然広がってないわけやね。あっこに塔が、クリアしてない塔があるってことは。てか、あんだけあった弓矢がもうなくなったんやね、早っ。あー、なんかからくりっぽい。祠を訪れし者よ、我はヤカーマタ。女神ハイリアンナに置き、試練を与えよう。大きな力。そんな、なんか大まかな感じで言われましても。とりあえずなんか、あー、弾。この弾を何、どこにやれば。そこなんか開きそうな感じするよね。これ、水？水だね。これをなんだ、どう？とりあえず動かせばいいってことかな。なんかすげえ音聞こえるんだけど、何の音だ？大して動かねえな。え、これってやっぱりまたあれなの？ビタロックだな。え、でもこれ、あ、できた、できた。ちょい待ってね。はい。こう。危ない、危ない。どう？おお、開いた！やったね。あれの音か。てか、超危ないんだけど、止まってくれんかな。あ、間いける？よし、OK。これで、これが来てない時に進んでいけばいいんかな。よいしょ。怖っ。いや、再現なく降りてきすぎやろ、ちょっと。これ、ビタロックで止めればいいってことか。止めれねえ。よし、止まった。今のうち。よし。うわ、敵じゃねえか。しかも2体。2体。あ、待って、斧が壊れた。すげえ素手で向かっていってる、私。はあ、はあ、はあ。ちょ、待って、後ろから来るのとかやめようや。危ねえ、体力が危ねえ。え、なに、トゲボココンボ壊れた？ちょっと待ってね。はい、料理、料理。はい、はい、はい。トゲボココンボが壊れそう。あ、壊れた。あとは、兵士の剣か。兵士、オッケー。これでとりあえず、ガーディアンナイフゲットの古代のバネ。ふぅ。ここ何？枯葉みたいないっぱいある。お、何これ？無心の体験。シーカー族の持つ刀作りの技術を両刃の剣に用いた珍しい武器。片刃の剣の扱いに慣れていないハイラルの騎士のために作られた。待って。ポーチいっぱい。でもこれ絶対いるやつやろ。絶対いるやつやけん。今も、てかコログのうちわとかいらんねえわ。はーってやー。違う違う違う。え、違うんやって、それね。あ、違うんやって、それをね、捨てたいんだ、私。はぁ。捨ててください。捨ててください。コログのうちは。はい。そして、無心の体験やったっけ？こんな段階でこんな、すごい武器が手に入るんやったんよね。よし。上になんか、あるな。これどうやって下ろすんやろ。え、あれどうやって下ろすんやろ。あれ下ろしてきて多分転がしてここに連れてくるんよね。お、なんか詰まってますけど。え、なんか詰まってますけど。あ、なんか、
これ関係ある？この電気関係ないんかな。うん、関係ないような気はする。でもあっこの、とりあえずこう止めておいて、あー無理だ、関係ねえ。これ壊したらいいだけやったんや。なるほど。この燃えてるのはなんか関係ないんか。イエーイ、開いた開いた。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。